尾の石を継ぐ力士たち。2023年12月、元関脇寺尾がうっ血性心不全で60歳で他界した。寺尾は心臓に持病を抱えて入院していたが、突然病状が急変してしまった。寺尾が師匠を務めていた錣山部屋は、寺尾の元弟子の龍田川親方が継承した。龍田川親方は新弟子検査で同期生が80人いて不安だったと語るが、寺尾から、お前はこの中で一番弱いかもしれない、でも俺と二人で頑張ってみんなを抜いて一番上に立とうと話してもらったことが印象に残っていると語った。さらに続けて、師匠の最後の顔を見た時に自分の胸から湧き上がる思いがあった。弟子たちのことを考えると部屋がなくなるとは思わせたくなかった。師匠の教えを引き継いでいくのが僕の役目だと感じたと部屋の再建を力強く語った。